オリオブスさんチャンネル。あ、ヨハナです。フズです。今回は何ですか？今回は前回の動画で僕の声が大きすぎたのか、スーちゃんの声がちっちゃかったのか、声が聞こえにくいっていうのがありまして、社長がワイヤレスマイクを買ってくれました。はい。で、これ Amazon で結構レビューを買ったやつを選んだみたいです。開封します。はい。結構小ぶりですね。かっこいいですね。本当にイヤホンみたいですね。イヤホンみたい。それで使えるんだね。これ iPhone 用ですか？はい。iPhone にも使えて、なんかカメラとかにも使えるの？差し込みがあれば使えるんじゃない？あ、でもこれ iPhone ですかね。本当だ。ライトニング端子ですね。iPhone ですね。うん。で、マイクもこんなちっちゃいんで。おお、2個。2個、なんか2人で動画撮れます。はい、こんな感じです。じゃあ早速つけた時とつけてない時比較したいと思います。はい。じゃあつけてない時ね。はい。ちょっと離れますね私の声をですか？私の声が届くかって感じですか？どこまで届くか。はい、って手を挙げたら、はいって言ってください。あ、わかりましたこんな感じですね。はい、じゃあ離れるまでちょっと静かにお願いします。はい。これ閉めてみていい？一回。え、いいですよ、全然。はーい。はーい。喋っとった？はい。喋ってますよ。どんなんすかね。喋ってますよ。喋ってます。でも遮られはしないですよね。どうでした？え、すごいです。なんか、遠くにいるのに、うん、カメラのマイクの近くで喋ってるみたいな感じでした。ね、結構感動っすね、これ。すごいですね。こんなに。いくらだったんだろう？結構安かった、ね。本当ですか？うん、めっちゃ高見えですけどね、見た目。うん、めちゃくちゃ問題解消ですね。え、すごいです。やった。これで。逆にちょっと怖いね。いや、怖いです。なんか変な、うん、なんか見てると変な気分になります。うん、はい。けど、すごい優秀な商品。優秀です。ありがとうございます。こんなんです。URL 載せときますね。こんなんです。概要欄に。ぜひぜひ。うん、名前はなかったもんね。なんか、調べたら、これで調べてもなんか商品あんま出てこなくて、うん、この商品は。ワイヤレスマイクロフォンしか書いてないもん、ね、そうなんですよ。メーカーもない。どっかのメーカーも。メーカーも書いてない、ね、書いてないんですね、うん。なかなか優秀でした。すごい。よかったです。皆さんぜひ買ってくださいね。はい、お店の人々やね。はい、ありがとうございます。じゃあね。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。